ました。陳雷さんお疲れ、おみかんさんお疲れ。陳雷さんありがとう、スタンプこちらこそ来てくれてありがとうございました。クロさんお疲れ、福太郎さんお疲れ、ひろちさんお疲れ、クックさんお疲れ、トールさんお疲れ、ひりやすみさんありがとう、スタンプこちらこそです。来てくれてありがとうございます。しんいちさんマイクありがとう。ぼやっきーさんお疲れ、こんばんは、ありがとう。めっちゃ眠いです。一日楽しかった、ありがとう。一日ね、昼から夜までありがとうございました。おみかんさんありがとう、スタンプありがとう、こちらこそ来てくれてありがとう。愛知まで帰ってきました、早っ。さっきまで同じ空間にいたのに早っ。お疲れ様です、無事に着いてよかった。台風ね遅いからね、よかった無事で。みんなこんばんは。大吉さんお疲れ、西さんお疲れ、ありがとう。行ってよかった、あ、ありがとう。本当に今日はもう運動量というか、なんか体力すごい使って。ひげめがねさんお疲れ、ありがとう。緑のマスク、え、嬉しかった、緑のマスクありがとう。芋けんぴさん、くす玉ありがとう。りゅうせいさんお疲れ、ありがとうどういう髪型。しんいちさんだるまありがとう。回復薬もありがとう。一粒の麦もしさん、くす玉ありがとう。こんばんは。いっくんお疲れ、ありがとう。お疲れ様です。疲れたでしょ、うん、正直そうですね、疲れましたね。もう眠たい。なんだっけ、2時間睡眠だからね、2時間睡眠でやってると思った。小市近くで見れたね、近かったですね、ありがとうございました。そう、もうよく眠れそうだけど、寝すぎると移動で寝れない説なんですね。寝すぎると、え、そう、夜が一番暑かった気がする。そうなんよ、今回はシンポジ、私とソラハさんシンポジ多めでね。でもね、大丈夫だった、よかった、うん、こんばんは。ソラハさん夢の中です、今すや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 です、寝てます。23時15分から配信すると言っていました。多分予約変わってると思います。クロさんイエーありがとう。あっちゃさんタワーありがとう。山猫坊主さんタワーありがとう。え、ありがとう。ちょっとスクショしてもいいですか。イエーイ。あ、ピースがなんかちょっとこんなピース書くやつない。うん、ここのホテル書くものないですよ。ありました、あった。ひげめがねさんアイスありがとう。あ、書くもの、ちょっと待ってね、ホテルの名前とかがね見えちゃったら大変だから、ちょっと待ってくださいね。103マイクありがとう。パセリまだお風呂入ってないよ、まだだよ。だって帰ってきた時点でもうさ9時半とかだったから、もうはぁーって、ふぇーってなってました座り込んで、ふぇーって。ミニストップ行きました。ひげめがねさん、レインボースターとココナッツジュース、103マイク、あれ読んだっけ、ありがとうございます。こんばんは。シティフェスティバルね、シティフェスティバルあってよかったねって思いました。私もシティフェスティバル好きって言ってるね、言ってたから、スティーフェスティバルじゃん、よかったねって気持ちで見てた人ごと。
ST フェスティバルね、秋茶さんのポジションだった。こんばんは。クロさん、タコありがとう。タワーノーレ、秋茶。よいしょ。今日はね、あれ食べた、オーベルジーヌのカレー食べたんですよ。人生2度目のオーベルジーヌ、なんと2個も食べちゃいました。2個も食べちゃったんだよね、びっくり。2個、なんか今日弁当がさ、なんか見たことない量のお弁当と種類とあって、朝昼晩おやつぐらいのスペースで新しいお弁当が追加されてってさ、でいろんな種類があるの。オーベルジーヌだけで5種類4種類ぐらいあって、でチキン南蛮とかなんかいろいろ10種類以上お弁当今日あってさ、量もいっぱいあったからオーベルジーヌ残ってたからもらっちゃいました。安部さん、金テープありがとう。だから朝ごはんと夜ごはんがオーベルジーヌだった。昼はチキンナンバー。もう今日動いたから食べちゃえと思って食べました。反省会中。タワーのお礼書いてます。めっちゃ今日やばかったんだよね、ご飯が。びっくりした。私が前回オーベルジーヌを食べたのは、なんかの歌番組の時の差し入れで食べて、 NHK さんかな、ベニュー101かなの時にオーベルジーヌ初めて出会ってさ、でも私以外のメンバーは M ステかなんかの時に食べたことがあったらしくて、なんかそんなにねオーベルジーヌだってなってる人がいなくて、私だけその時浮かれててさ、ね、すごい。オーベルジーヌはカレーです。芸能人の楽屋弁当のなんかよくテレビとバラエティとかで見かけるやつ、じゃがいも丸ごと入ってるやつ、バターもついてんの、あれバターついたんや。私のじゃがいもの食べ方は、カレーに浸して食べますよ。タワーありがとう。サマーステ。ね、おすすめ、あの中辛口がおすすめです。ベロヒリヒリするかなってくらいです。そう、前髪いい感じ。私今日前髪ね直ししてないです、3公演。後ろの髪は何回もメイクさんがアイロンかけ直してくださったけど、前髪はずっと朝からこれなんだよね。メイクさんもびっくりしてた。他のメンバーは前髪めっちゃ崩れとったんで、私ずっとこれだった。イエーイ、勝ち。オーベルジーヌ甘口でも辛いと言っていました。辛いのが苦手なしなのスルハさんが言っていました。こんばんは。やっほ。今日さ、あのサマステ終わったらラーメン食べに行きたいねとか言ってたけど、そんな気力もなく、しかも日曜だからさ、今日ラーメン屋さんとか遅くまで空いてるとこないから諦めました。しかもオーベルジーヌ食べてるし
ダメだなと思って諦めました。今日はこんばんは、クロさん、ラブレターありがとう、浦部さん、アイスありがとう。今日はテレ朝だったんですけど、テレビ朝日の中は科捜研の女のポスターがいっぱい貼ったって最強だった。あっちゃさん、タワーありがとうございます。じゃーん、ありがとう。タワー、クマタワー、クマのクマの首から下がタワーになっちゃいました。ありが、楽しかったです。こちらこそありがとうございました。来てくれてありがとう。続いて山猫坊主さんね、これは何、リボンのクマちゃん、ピアノ弾いてるクマちゃんね。おめでとう、おめでとうじゃない、ありがたわ。パチ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 、来てくれてありがとうございました。本当に書き書き、私の自己紹介さ、めっちゃ滑ってて受けたよえ、みんな全然反応してくれんやんと思って心の中で受けてた人。なんか私のお母さんのさ、妹が放送で見てくれてて、テレ朝の放送で見てくれとってね、感想を送ってくれたのよ。よかったよみたいな、夜ないの残念だみたいな来ててね、自己紹介で相棒の右京さんって話したけど伝わったって聞いたら、分かんなかったって言われて分からなかったそうです。テレ朝だからちょっと言ってみようと思って、他のメンバーもなんかそういうこと言ってる人いないし、ちょっと言ってみようと思って言ったら、誰にもなんか全然、会場もなんかえみたいな感じの、あれあれみたいな感じでね、うん、なんか空気凍らせちゃったかもしれない。大丈夫だったかしら。クロさん、ココナッツジュースありがとう。ヒゲメガネさん、レインボースター、ジンデイさん、金テープ、山崎さん、かわいいクワトリさん、マイク、ありがとう。タワーありがとう。ね、生中継の録画また見てます。確かにちょっとそんな感じしたでしょ。なんか他のメンバーなんか、まおちゃんとか言われてるのに、私がそれ言ったらパセリーパチパチパチみたいな感じだったパチパチ、お疲れ様です。あ、ありがとう。一日暑い中偉いと思った。本当本当ですか。うん、眠たすぎるねもうお風呂に入る気力がないですね。入るけど3公演分の汗だね。
ね、ゆっくり寝たいところだけど、今日寝すぎると移動で寝れなくなっちゃうから、絶対に寝るべきじゃないんですけど、寝たい、もう爆睡したい。でも、ダメだ。ね。ね。なんか昼公演一部が終わって、次のスタンバイまでに45分ぐらいしかなかったんですよ。でもメイクが汗で崩れすぎてて、一回全部メイク落として、またやり直したんです。で、2部やって、2部の後はそんなにメイク崩れてなかったから、ちょっと、ちょちょって直すだけで済んだけど、1部の終わった後の汗の量が尋常じゃなくて、もう、ほぼ、ファンデーションもない、素肌。そうなんよ、合間時間。かと思いきや、2部が終わった後2時間空きがあって、逆に空きがありすぎて、みんななんかどうしたらいいんだみたいな感じでご飯食べたりして、暑かったよ今日は。雨も降っていた。雨ね、ミストみたいだったね。僕も一部終わって洗顔しました。洗顔したの？暑いよね。暑いよね。なんかね、そう、髪の毛が、これね、メイクさんにここにこう来ないようにしてくださいってしてもらったけど、顔が汗かいてるからさ、くっついちゃって、バッてやってきたやつが。これでしばらく踊ってた。しばらく踊ってました。ね、暑かったわ。台風は大丈夫なんかいね。その後 T シャツ縛れました。すごい。でも絶対に暑そうだったもん。暑いだろうなと思って。ジロ君お疲れありがとう。ね、フェスって感じがしたわ。もっと STU のこと知ってもらえたらいいね。多分いつも来てるよって方がほとんどだと思うけどさ。ね、STU のステージは。でももっと他のメンバーのことも知ってほしいですね。今日の16名以外にもおもろい子がたくさんおるよーって言いたいね。スーハさん寝てます。おみかんさん、いいの、ありがとう。そっちは寝てます。配信はね、23時15分からだから、まだ大丈夫。あとちょっとしたら、あと20分くらい寝れます。おみかんさん、いいの、ありがとう。読んだ、あれ読んだっけ。あ、もう分かんなくなっちゃった、頭が。ね、夏らしいこと、私も夏フェスかな、夏らしいことって。しんいちさん、お断り。うん、そうだね、あんまり無理せずがいいなと。朝配信もしてたしね。だから疲れてると思う。1時間半睡眠って言ってました。私2時間だけど、私より短い。うっかりあんこさん、お断り。そうよ、そうちゃんいつもさ、スーハタンいつもお昼寝してるからさ お昼寝今日しないから眠たいよきっと。いっぱい頑張ったもんね。よちよち。昨日寝れなかったんですよ、全然。手も動かさない。あ、そう、チリパ、そうなんですよ。うなちゃんとなんですね。先週ぐらいに聞いて、チリパのスケジュールが入って、誰とですかって聞いたら、川又さんです。川又ゆうなさんですって言われて、うなちゃんだ。
うなはね、この前レッスンで久々会いました。この前名古屋のツアーのレッスンがあったんだけど、ユナユナまだ初日迎えてなくて、一人名古屋で初日迎えるんですけど、レッスンで久々に会えましたよ。うなちゃんのツアーのねステージも楽しみにしておいてください、ね。でそのチリメンパーティー一緒にうなと出るので、よかったらお便りの方をお待ちしております。お早めにお願いいたします。明日明後日ぐらいまでに送ってもらえたら読まれる可能性高いかなって思います。チリパースタッフさんがどれが読むか選んでくださっているので、パスに配信でパスにこれ読んでねって言ったところで私何もできないんですけれども、皆さんぜひ送ってください。送ってくださいよろしくお願いします。あ、そう、マイカー公演もあるので、17日木曜日にレディオネームもあるか分かりませんけども、レディオネームのお便りもぜひツイートしなきゃだ、私がまた応募フォーム、そう、チリパ生放送じゃないから注意ですよ。うわ、お腹が鳴ってる。この体勢だからだ、この体勢だから胃が、下に座ろうかな、よいしょ、下にベッドの地べたに、あ、でもな、あんまり良くないかな、どうかしら、はあ。でもチリパお便り読まれたら毎週1名様にあのふりかけ当たるよ。田中食品の、 あの旅行の友とか出してる、みんな知ってるやろ、旅行の友とか卵とか、あのふりかけ青とか赤とか黄色とか入ってる田中食品さんのふりかけ当たるので、みんなあの他のラジオとかで読まれないから、ちょっと今回も読まれないしいっかじゃなくて、ぜひふりかけ狙っていきましょう。ふりかけ欲しいですって書いたらもう正々堂々とふりかけ目当てですって、パセリにふりかけ目当てって書けと言われて書いてますって。あ、そうだよ、住所と名前も書くんだよ、みんなふりかけ来るからね。あとメンバーの直筆の直筆サインも来る、一緒に何々さんって宛名付きです。しかも手書き、メンバーの何々さんありがとうございますの手書きと、あの当選しましたっていう紙、お手紙が入ってます。だからぜひ、多分ね検索したらいると思います。過去にもらったファンの方がいると思うので、ふりかけって200円くらいでしょう。値段ではないのじゃないかな、提供だからね、田中食品さんの提供で番組をお送りしてるから。そう、だってみんなメールを送る、手紙を出すわけじゃないんですよ、はがきじゃなくてメールで送るからね。みんなは切手代とかもかかってないですよ、メールを送るその受信料ぐらいだよ。それでふりかけが当たるかもだよ。メンバーの直筆の宛名とサインと来るよって。当たるかな。そうだよ、大事よ。多分ツアーの話とかするんじゃないかな、ユナユナがツアー初日までだからね。多分きっとツアーのこととか送るといいかもしれないですね。
でもみんながみんなそれについて書いたら逆に読まれづらいかもだから、まあ、みんなおのおののね普段からのセンスを生かしてもらって書いてみてください。山猫坊主さん遅くなりました。タワーありがとうございます。今日色ペンがないからシンプルになっちゃって申し訳ない。はい、ありがとうタワー。2023年夏、まだまだ始まったばかり、ショールームでも夏を感じようね。アイスマークありがとうございます。ピアノクマタワーありがとう。キュルンキュルンのお目目にしときました。クマちゃんありがとう。今日アイス食べたよ。ミニストップの果実氷白桃食べました。そしてジャイアントコーンの黄色食べました。美味しかったです。昨日ね、昨日買ったジャイアントコーンが、コーンがね結構もう時間経ってる系のやつだったから今日は違うとこで買ってみたんですけど、違うとこで買ってみたんやけどね、なかなかいい食感でございました。出来たてではなかった、そこまでサクサクではなかったけど、そう出来たてに出会えた時がね、あの感動がありますな。こんばんは、イエーイ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 。都会の日曜日はあんまりテレビが放送がないかもしれない。みんな普段日曜日の夜とかテレビ何つけてますか？昨日もね寝れなかったから一応テレビ流しとったんやけど、あ、ガキ使があるよ今日。何を見たらいいか一丁わからんくて、一丁っていうのは方言ですね方言出てしまった。一丁わからんかったからさ困っとったんよね。あ、でもなんか面白そうなのある。岡ベロ、高知でのんびり夏休みスペシャル後編、後編だって前編見てないよ。後編があります。なんか面白そう。今日の朝ね、今日の朝配信見た方は多分パセの話聞いたかなと思うけど、今日の朝テレ朝のチャンネルにしたんですよテレビを。そしたら昨日 SKE さんのサマステがあったんだけど、 SKE さんのステージが流れてたんですね。だからもしかして明日の朝とかのテレ朝の情報番組で STU 流れるんかなと思って。でも今日はあの最終日 STU が登場ですみたいな紹介してくださってて、で息をする心のミュージックビデオを流してくださったから、そのなんていうの、今日もありますよっていう宣伝も込めてきっと放送されたんだよね。だから明日はもうないから、今日で終わりだからどうかなって、あるかなって。そう今日やってました。そう CS の放送 STU だけだったんですよ。そうなのよ、びっくりじゃない。しかもさ、あんなにいろんなグループさんがいる中で大鳥が STU よ、すごいよね。 HKT さんとかさ、 SKE さんとかさ、イコラブさん、ノイミーさんとか、もういろんな方がいる中で STU が今日、びっくり。 CS で見てた、ありがとうね。たくさん来てくださってた、会場も流れるかな、どうかな、流れるといいけど ね、 ねえすごいよね。その16人のさ人として今日は踊れてすごく幸せだ。去年私サマステね選抜じゃなくて、であのリンコが出れなくなっちゃったって、で急遽お願いしますってなって、あ、やばい、急いで覚えなきゃ、
で中止だったんですよ。だからそうなんか頑張るぞって頑張らなきゃリンコの分もみたいな感じで気合い入れたのになくなっちゃったからなんか不完全燃焼って感じでそう終わってたからよかった今日今年開催されて。そうなんですよ去年ねなかったからね。なんか3日前ぐらいに、いや4日前そぐらいにやばい覚えなきゃってなって汗からの中止みたいな感じだった気がする。確かリベンジできました。イエーイ。でもさそう思うと毎年ね TIFF とかもそうだけどメンバー変わるからね。 STU って STU として出演する歴史は続いていくけどメンバーとかは変わっていくからね。見てる方はさ STU のことを知らない他のグループさんのファンの方とかはさあ STU だとして見るわけじゃないですか。この子は初めて出るとかわからないわけだから代表としてちゃんとね広島とかにいるメンバーの分も頑張らねばなりませんね。一期一会本当にそうだね。ね来年も来年はどんなメンバー構成なんだろうか。ユミリンさんとアーナはもしかすると野外でのフェス最後かもしれないしねえ、夏じゃん野外フェスって超夏って感じ。夏そうね衣装ねビチョビチョですよ汗で。だからさあのお正月の公演の時に花垂公演があったんだけど花垂公演の昼公演がアンダーの子たちで夜公演が花垂選抜だったんですよ今年のお正月の1月1日の公演が。だから私さ汗かきじゃないですか元々が。なのに私の後に衣装を着るっていうの申し訳なすぎて本当に申し訳ないと思ってなるべくその日汗をかかない方法を調べてたけど無理でしたね。そうでも昼夜公演ある時とかは衣装さんが乾かしてくれたりしてます。ドライヤーとか今日ドライヤーしてました衣装さん。そしたら楽屋でメイクさんも4人ぐらいかなメイクさんいらっしゃってドライヤー使うじゃないですか。ヘアアイロンも使うしヘアアイロンってまっすぐするやつね使うし髪を巻くくるくるするやつも使うじゃん。ドライヤーも使うじゃんメイクさんで。メイクさんのそのくるくるするやつとかは髪の毛の長さによってそのくるくるする巻くやつの細さが変わるから何ミリ32ミリとかなんかそういうのあるんですよ26ミリとか。だから1個じゃないんだよ1人のメイクさんにつき 3,4 個は絶対にそのアイロンがあってでプラスドライヤーで汗乾かしたりするんですね。だから衣装さんもドライヤー使って乾かしてたからブレーカー落ちちゃってそうブレーカー落ちたらしくてマネージャーさんが対応してた。いやみんなの想像通り案の定落ちてましたよブレーカー。落ちてたんですよ。落ちちゃったんよね。そうなんよ3公演衣装全部違った。風邪ひいてない。あよかったみんなも着替えてくださいね汗かいたらちゃんとお仕事とか。ねえ大変テレビ局みんなの分かりやすいように説明したけど説明が長いと言われてしまった。ごめんなさいすいませんね。
暑かった。全部の公演暑かったけど、一部と夜の歌バース暑かったかも。始めと終わり。パスリコールできてよかった。ありがとうコール、ありがとうございます。お風呂頑張ります。頑張らんといけん。今はまだ大丈夫か。おはよう黒さん、ありがとう。風なんかそんなジメジメって感じでもなかったのかな。どうなんだろう、ステージとさ客席側の密度が違うから風の通りが違いそうな気がする。そうちゃんまだ大丈夫かな。もうちょっとしたら起こしましょう。聞いてみる、起きるか。寝るってたら寝かせましょう。あ、テレビの番組表で時間確認したら戻らなくなっちゃった電池切れたのかな。あ、戻った。ね、六本木テレ朝、こんばんは。一足お先に勝利してしまいました。まさかお風呂済みの勝ち組なんですか。二部の下手でたくさんレッスンもらえて嬉しかったです。ああ、ありがとうございました。下手よかった。なんかサングラスデイズで下手でさラララララってして、で下手のさ端っこからキュッてコンパクトになったと思ったら、また STU48 瀬戸内バージョンでまた元のさサングラスデイズのところにまた戻ってたから、あーちょっとなんかそこの席の方の他のメンバーのファンの方ごめんまたパセリが来たわと思いながら踊ってた。すまんねーって、ごめんなさいねーって思いながら踊ってました。そうなんですよ、下手にねカメラマンさんいらっしゃって、私たちが踊りながらそっちに行くからさ、カメラマンさんも汗汗みたいななってた。楽しかったよ、みんな優しかったです。全然パセのペンライトじゃない方もいっぱい手振ってくれたりしてね、ありがたかったですね。楽しかった。たちゃんと目があった気がする、あったよ気がするんじゃなくてあったよね。なんかさペット可能のライブもしたい、ペット可能イベントみたいなのしたい。ファンの方のペットと会えるイベントを開催したいな。パセ映ってたでしょ。え、私なんかずっとカメラ来るなと思ったんですよ、申し訳ないと思って。でもカメラばっかり見てもそのさ近くにいる席の方々もね寂しいやろうなと思って、客席とカメラと半々でやってたけど、パとモモ、え、モモちゃんマジで可愛かった。今日のツインテール、なんか髪型が毎回違ったよね他のメンバー。私全部これで出たんですけど、わかりやすいかなってその方が、これで出たんだけどね、他のメンバーはポニーテールしたりツインテールしたりとか、千穂さんとかね高めツインテールしたし、なんと衣装交換してました。千穂級でお花のさ今日も着てたフラワーの衣装あるじゃないですか、ボタニカル衣装って言うんですけど、あれは結構メンバー同士で話し合ってこの色着たいから交換しないっていうのよくあったんですよ。でもそのツアーでさ、つい先月末ツアーで初お披露目だった衣装の色交換を早速今日ね千穂さんとマイキューさんがやってて、水色とピンク交換しててさ新鮮だった。私も誰かと交換したいな。ちょっと緑着たい人いたらぜひ申請をお願いします。私にいろんな色着てみたい。紫、あ、でも黄色とか着てみたいかも。私ボタニカルの黄色も着たことない気がする。そう、交換してもいいよ。
お互いの了承が得られればね。ね。あ、そう、みちさんの髪も可愛かった。みんな今日可愛かった。そらはさん紫よ。あかりんさん緑。あかりんさんと交換したら緑。衣装のサイズが変わっちゃう。そう、そうなの。身長もなの。身長と、あと私肩幅が結構人よりあるから、肩幅問題も大事なんですよね。あ、ボタニカルは黄色、サルハさん。そう、あの、私がね、明日メールで送ろうかなと思ってるんですけど、その新衣装のツアー衣装のさ、髪飾りがなんか小学生が雑貨屋さんで買う系のヘアピンなんですね。で、自分でそれを選んだんよ。あ、めっちゃ幼女やんと思って。幼女のヘアアクセサリーだ。かわいいと思って選んだんだけど、メンバーに、今日も沖さんに、パセリの髪飾りめっちゃ幼女って言われて、幼女ってのは幼い女とかって、あの幼女なんですけど、多分普段使いしない言葉なんですけどね。この前も誰かにね、その髪飾り幼女すぎみたいに言われて、そう、今度沖さんに貸す約束しました。貸しますねって言ったから、いつか、沖さん小学生になると思います。あ、みんな欲しいなっちゃった、ごめん。お小遣い、そうちゃん寝かせるかな。そうちゃん、ポンポンポン、寝ますか？って言ってます。寝ちゃうみたい。寝かせるか。そうだよ。この私がさ、この配信してるベッドで寝てます。こっちソルハさんのベッドなんですよ。私のベッドあっちにあるんだけど、コンセントがここしかなくて、足元で私が配信してます。お疲れみたい。寝かせてあげましょう、赤ちゃんだね。だって生誕とかもあったしね、ここ最近。ゆっくり寝るときに寝ときましょうね。すやすや、今日1時間半睡眠なんだって。私がね、先に寝たらしい。私昨日ね、何時やったっけ、3時半に寝て5時半に起きたんですけど、それでも「パーちゃん早く寝たよ」って言われたんですよ。先に寝たよって言われて、でも頑張って目閉じとったんよ、眠れなすぎて。寝たい寝たいと思いながら目閉じて、やっと寝れたのが3時半だったんですけど、1時間半だから、何時に起きてたっけ今日、6時とか6時半とかだから、全然寝てないらしい、ね、日頃昼寝もしてるから。よく昼寝してるんですよ。なんかね、昨日、私がレッスンがある、おとといかな、おとといか、私がレッスンあるって言ったら、業務スーパーとかに行きたいから、業務スーパーとか安いスーパーに行くからみたいな言ってたのに、私のレッスンのさ、休憩時間に「おはよう」って来て、と思ったら「今起きました」。今起きて、ちょっと遠くのスーパーとか行く気力がないので、近くのスーパーに行くことにしましたって言ってて、めちゃめちゃ予定変更してました。やっぱね、寝るのは大事です。すくすく育てー。昨日は、なんかね、ホテルさ、ベッド2個あるから、こっちのベッドは服を、こういう服でも寝転がっていい用のベッドにして、向こうで寝ました。私の方で寝た。だから狭かった。シングルに2人で狭狭。
実家でよく寝ました。わいいね。畳？畳で寝たい。いや本当よ、眠りたいよね。グースかグースか、すやすやと、すやすや。こんばんは、どうも。そうなんだよ、狭かった。私落ちそうだったもん私が落ちそうだから、逆にあのソルハさんは壁にのめり込んでたらしい、私に気使って。だからお互い落ちそうな人とのめり込む人といたらしい昨日お互い気使ってたん寝ちゃったよ、寂しい。髪の毛ほどこうかな私今日もね。髪の毛をほどいちゃいましょうかね。よいしょ。まずこれで、これが中から、こういうやつをした時はこことここに出るじゃないですか、これが。でこうしてたらさ出てくるじゃんこれ。だからこういうのを後ろで髪の毛の中で結ぶの、一つにギュって。そうするとこうやって出てこないんですよ、踊ってる時邪魔じゃないですか、ここにあったら。だからそれを防ぐために結ぶ。私もこの髪型好き。みんなも参考にしてね、してください。そう、わあ今日の編み込み汗染み込んどるやろうな、染み込んどるやろうな。えね、無謀のイントロさ、え無謀さ、私2期生で披露するときとかにあのバージョンすることあったけど、あの先頭の4人が踊るバージョンのやつ。だからサコとかサラちゃんとかさが踊ってるやつは見たことがあったけど、ユミリンさんとかひなさんとかそのオリメンの方々があれやってるのは私初めて見ました。あれは違うんですよね本来は。え、頭から出てきたこういうのはねゴミ箱に行きます。なんでかって言うと汗でもう濡れてるから錆びちゃうんですよ。こういうのお風呂場に置いとくと錆びるから気をつけてください。あのよくあるさ錆、街中で見かける系の、あのオレンジとかの錆になっちゃうから気をつけて。お風呂の浴槽とかに置いとくと、お風呂の浴槽がカビで、カビじゃない錆で取れなくなっちゃうから気をつけてください。皆さん、ぽい、気をつけて。やばい、染み込んでいる。キャー、サピ。携帯のストラップの金具もよく錆びます。え、雨風にさらしてますか。雨風にさらしてんの。今日そんなにピンないかも。いつもこの髪型するときピンゼロなんだけどね、今日のメイクさんはピンを使うタイプだった。だからいつもよりは多いかも。汗だくでも楽屋メンバーはいい匂い、うん、いい匂いです。みんな何なんでしょうね。レッスン場が臭いって思ったことないもん。なんかツアーとかのレッスンでさみんな汗だくになるけど、レッスン場汗臭って思ったことないよ。やっぱアイドルってすごい、毛穴から何も汗もなんかサラサラの透き通った汗が出る。オキさんとイチャイチャしたっけ、イチャイチャしたっけ。ヘタレたちよかな、ヘタレたちよ。2部か、2部は衣装が肩が空いてるから肩を持つ振りなんですよ、振り付けで。だからこの肩が空いてるとこに手を入れようとして
手を入れようとしたらなんかなんかありましたね。一部の時に一部の時もなんか振り向いてくれたんですけど、あの時振り向いてくれたりするんですね、あそこのポジの時。でその時はなんか、え何したらいいんだろうと分かんなくて、もう棒立ちでえみたいな顔して見てたんです、ずっと沖さんのことをえと思って見てたんだよね。で終わった後になんか気まずい時間でしたねって言ったら、パセリがなんか引いた顔するからみたいな言われたから、2部はその肩の空いてる衣装のところをちょっと手入れてみようと思って興味本位で入れてみました。でもさ、その夜の部もねヘタレたちを披露したんですけど、その夜の時は制服だから肩が空いてなくて入れるとこがなくて、手の収納場所がなくてさ。こんばんは。あ、そう、奥さんスカートめくってきた。そう、え、そう、そうだ、思い出した。え、なんか自己紹介でコンプライアンスを守って楽しみますみたいな言っちゃったのに、え、めちゃめちゃスカートめくってくるやん、配信がないからってと思って。そうだそうだ、しかも結構ガッツリ振り返って客席に背を向けてスカートをめくってきた。しかも正面から、なんか普通スカートめくりってさ後ろとか横からするじゃないですか、なのに正面からめくってきた。そうだ、思い出した、忘れてました。もうフェスが盛り上がりすぎて忘れた。そうだ、コンプラ、クロさんありがとう、スタンプありがとう、どうぞ。いや、この前の花だれ公演の時もなんかリネタにちょっかいかけてましたよね、船降りでリネが叫んでたやつなんかが叫び声聞こえると思ったらリネだった。楽しかったよ、今日楽しかったんだ。若林さんハートありがとう。あ、トンボねなんか言ってた気がする、花だれかなんかでもトンボ来たみたいな。トンボいたんですか、知らなかった。私なんか沖さんトンボなんか虫かなんかがいたみたいなメンバーに喋ってるの聞いて、あ、なんかセミとかなんかハエとかいたんかなと思って。トンボだったんですか、へえ、知らなかった。トンボ、私は出会わなかったな、同じ空間にいたのに。トンボなんでわかったの、みんなすごい、トンボいたのか、へえ、秋だねトンボ、え、私気づかなかったよトンボ。でもなんか衣装の、そう、衣装の部品が落ちたのはあった。私の今日のハプニングはパーンってなんか髪を払うふりか、なんかこう手を払うふりかした時にパーンってなんか衣装から飛んでって、えっと思ったら衣装の破片が、破片っていうか衣装で使ってる紐みたいなの落ちてて、えっと思って、そういう時ネックレスとかさイヤリング落としたら拾って舞台の端っこに投げるんですよ、怪我しないように。メンバーが踏んで怪我したら大変だから投げるんですけど、投げたんだよね、とっさにパッて、やべっ、したらあのフェスとかってステージが前の方は機材があるから、その舞台袖の入り口が後ろの方にあるのね。でそこに入っていかなくてだからもう一回チャレンジした、ね、びっくり、今日のトラブル、そう投げてました。こんばんは。蜂もいた気がする、嘘めっちゃいろいろ来てるじゃん、気づかなかったのにも。
でもさっきスーパーに行ったんだけど、ホテル着いたからホテル帰ってきてスーパー行った時に、なんかソラハさんが「あっ!」みたいな「うわっ!」って言ったから「えっ?」って言ったら「ネズミ!」ってネズミが横切ってたらしい。さっきそれでね、その後ミニストップ行って、あの果実氷の白桃を買ってこうやって帰ってきてたら、ホテルになんか足元で動いてる物体がいると思って見たらゴキブリだった。都会って何でもいるのね。虫いるのね。ネズミ、ネズミ多いのか。やっぱ飲食店とかも多いしかな。あとビルとか多いからね、日陰とかが多いからジメジメしたところにいたりするのかな。どうなんだろう。そう、ジー、野生のジーと野生のネズ、びっくりしました。あとこの前さ、配信のコメントでサーヤンが野生のパセリ見たらしいって、なんか誰かコメント書いてくれたと思うんですけど、今日サーヤンにこの前野生のパセリ見たのって聞いたら、うんって見た野生のパセリアイス食べとったって聞いたら、うん食べてた、びっくりするぐらい速いスピードで歩いとったって言われました。そう、あの日はレッスン終わってもうヘトヘトすぎてお腹空きすぎてアイスだけ買って、そう、野生のパセリがね早歩きしてアイス持ってたらしい。いや、サーヤンがね、そう、サーヤンとミナミさんがおって、あーなんか絶対バレるやろうなと思ったんだけど、違う道から私ね行ったからバレてないかなと思ったらバレてました。バレてたわ、見られてました。しかもファンの皆さんにバラされてた。本当にアイス好きなんだなって言ってた。え、この前なんかそれ奥さんのやつでも言われた。なんかホテルの同部屋の話があったよ。高崎彩子の隠れ家の収録があって、この前 STU の公式サイトでやってるんですけど、高崎彩子の隠れ家っていう動画配信を不定期で更新してるんですけど、それでなんか最近の出来事ってやつで同部屋になった話をしたんですよ。でめっちゃなんかおしめだから緊張しましたみたいな言ったら、なんか本当に好きなんだねみたいな言われて私何でも疑われてるかな、もしかして。アイスも好きだよ、ちゃんとアイスも好きだし、あのおしめも好きですよ本当にって好きじゃん、私ずっとアイス。高崎彩子、いや収録いつかな、収録というか公開いつかな。結構いつもね1ヶ月後とかだったりするからね、まだかもしれない。スタッフさんもきっと今夏フェスとかね、あちこちのロケとかなんか忙しいかもしれんからね。高崎彩子の隠れ家細々とやっておりますので、あのマネージャーさんがね撮影も企画も進行とかも決めてくださってるのでそう、細々とやらせてもらっておりますのでね、きっと忙しい時は更新が、あとメンバーの4人のスケジュールがなかなか合わないと言っておりました。もう一回起こしてみる、寝てるの、ソラハさん。お疲れないよ、今。そうだね、11時半だからもう一回起こしてみようかな。ソーちゃん。11時半だよ。起きる？寝る？おやすみなさい、する？全部うんしか言わないです。ほら、うん。全部うんだって。うんうんって言ってる、かわいい、うんだってかわいいに対してもうんだって。そちゃん寝るかい、起きるの、全部うんだ
今のうちにごちそうした。そちゃん、パセステーキ食べたいかも。どういうこと？どういうこと？どういうこと？失敗だ。寝ちゃった。寝てないよ。寝てなかった。おはよう。かわいい、かわいいです。うん、起きてない。起きてない。1ミリも起き上がってないです。寝かせましょう。寝てます。すやすや。かわいいね。みんな見ることがない姿、本人が配信してるときは絶対本人起きてるから見ることがない。え、やだな。私もいつかさ、誰かとの同部屋のときにさらされるかも。寝言とか恥ずかしい。すやーすやー、おやすみだよ。そうだよ、ちゃんと起こしたからね。半目だとは思う。でもこっち、私足側に座ってるんですよ。あのベッドの、だから顔見えないけど。半目なの？聞いてないかも。プーさん、ラブレターありがとう。おしめななみんさん、ココナッツジュース10個ありがとうございます。10個10、あ、20個だった。ありがとう。ココナッツ、え、これはさ、夏の間ずっとこのギフトあるのかな。パスは0時までしようかなと思ってます。だって今配信あってもお風呂に入れる自信はないから、少しでもお風呂に入る、そのなんていうんですかね、ゆっくりする時間を今ここで稼いでる。それに付き合ってくれてるみんな、ありがとうございます。そうたーん、外の班の方が寝てていいよって。起きる？うんと言っています。おはよう。歌バースのトークでココアさんがパセリがマイカーの LINE で寝顔を晒した。私晒したことあるっけ？ココアさんの寝顔？ああ、あります。山中湖の帰りかな。山中湖の帰りに、え、マイカーの LINE に送ったっけな。アーナとココアさんがバスの一番後ろの席で爆睡してて可愛かったから写真撮ったんや。私付きで私も入れて撮りました。それかな。今日も可愛いの撮ったから見せるね。また
メールか何かで。ライブが終わってお弁当を食べるココアさんとったので送ります。髪型がね、ここにちょこんちょこんってツインテールしててね、赤ちゃんだったんですよ。可愛かった。ココアさんずっとあいこと喋ってた。こんばんは、どうも。あ、この配信の時間が終わればお風呂か。ドライヤーがね、ドライヤーとあとは今日まつげのメイクを落とすのが。あ、来た。おはよう。座って、寝てていいってよ。うんって言って頑張るの。誰が言ってるの。そちゃんのファンの方、寝させてあげてって言ってるの。何人か来てくださったよ。優しすぎ。そらのファンじゃないわ。いつも来てくれてる方よ。え、待って、うん、15分じゃないじゃん。だから何回も起こしたって。待って、そうだよ、何回も起こしたよね、皆さん。しかもパセはもうだいぶもう30分前ぐらいから起こしたよ。めっちゃ面白い。え、だってタイムテーブル入れてたよね、15分。何時だよって時間もちゃんと言ったよ。もう家族ラインが荒れとる。あーん、起きなさいって。え、ショールームはって。でも朝配信もしたじゃん、早起きして。タイムテーブル消えとるってよ。あ、だけど多分時間が、あ、入れ直そうとしてそのまま寝ちゃった。え、違う。あ、過ぎたから、過ぎたから消えちゃってる、ね。え、そうだね。ほら、そちゃん、うん、起きる、うん、みたいな、ずっと、うん、うん、って言ってた。あ、やらかした。そう、パセがあの高級ステーキ食べたいと言ったらいいよって言ってた。スルーされちゃった。うん、スルーされてます。こんばんは。もう疲れよ。今日寝てないもんね、ほぼ。さあ、公園お疲れ様。返事が返ってこなくなる。起きてる。多分汗汗。そうだよね。寝れなくなるループだね。本当だよ。起きてます。ね。ツイートした。ツイートしたって。暑い。こう来る？こう寒いよ、いっぱい風来て。エアコン変える？これそうの水？それパセの水よ。飲んでいいよ。え？あれ、パセの水じゃない？これそうの水。そこいた？多分。おはよう。おはよう。配信するそうです。かわいい。悔しい。寝てた。うん、み
見てたよ。お疲れ。なんかね、うん、夢見とった。違う、パちゃんが冷たかったよ。愛心配でも冷たかったけど、もう寝たんよ。うん、もう死にいらないって。なんか冷たかった。うん、冷たかった。嘘、ごめんね。リップだけ。あ、ごめん。メイクポーチをちょっとスマホをスタンドにさせてもらってるから、ごめんね。話し合いしましょう。配信終わったらまた。うん、しない。え？やばい、やらかした。今年で一番やらかしてる。二十歳になったのに。よし、始めよう。手を入れた。来んの？いいよ。やばい、めっちゃブス。めっちゃブスだぞ。めっちゃブス。めっちゃブスだぞ。ごめんなさい、皆さん。ごめんなさい。ごめんなさい。本当に申し訳ございません。20歳で一番やらかしました。20歳まだ何日目？9、10、11。ごめんなさい。10、11、12、13、4日目。4日目だ。ごめんなさい。ありがとうございます。きっと皆さんも私が寝てたらってことは分かってらっしゃるんですよね、きっと。お疲れ様です。うん、疲れてないです、全然。全然無理もしてないんですよ。気合と根性女だ。今日は楽しすぎて起きたんや。やってプリンファイト、ありがとう。ごめんなさい、めっちゃごめんなさい。多分寝顔を配信してくれなかったのは目も鼻も口も開いてるからと思う。わかんないけど、全然。え、ファちゃんには寝かせてあげてた。え、みんな優しい。サナファンじゃないんじゃない。ごめんなさい、全然無理してないです。ここにいていいのか来ますかなって。はい、うん、みんな笑ってる。真面目だねって。どこかや、謝罪会見、わらわらって。何わらとるの？何わらとるんって言われて、みんな怒られた。そう、めっちゃ焦っとるやんから。そうだよね、わらとる場合じゃないよ。結構焦っとる、心の中が。でもその全ての原因はパセが冷たかったからね。私のせいなんです。大変申し訳ございません。違いますよ。フラッシュの点末にご注意ください。カシャカシャ。ありがとう、ゆうと、お疲れ、ありがとうございます。かわいいもありがとう。絶対にかわいくないよ、もうめっちゃ寝てた、ごめんなさい。かわいい、ありがとう。バイトさん、アスパラさん、ありがとう。いっぱい真面目だ、ありがとう。 SBA さん、バイトさん、ブックさん、めっちゃ多いよ。人はさ、睡眠と食べるのがね、生きるために大事なことだから仕方がないんだよ。ね、あ、私のせいか。そうだよね、私がフライパンとか持ってくればよかった。カンカンカン、私のあの小学生の時のさ、目覚まし時計に取っとけばよかった。トゥットクトゥー、トゥットクトゥー、頑張れ頑張れ、トゥットクトゥー、トゥットクトゥー、頑張れ頑張れ、今日も元気だね、タンタン。はい、私キティ。早くお目目を開けて一緒に遊びましょう。頑張れ頑張れ、トゥトゥクトゥトゥトゥクトゥ。頑張れ頑張れ。寝てよかったのに。いやいやいや。パセの小学校の時のアラーム。ごめんなさい。もともとそう、確か10時半にしてたんですけど、ずらして11時15分にしていたのにもかかわらず11時40分過ぎになってしまった。
寝てて、寝てるのは自分のせいだからね。自分の心臓スピードで寝ちゃったから、それで昨日夜寝れなくなって寝てないだけで。そうなんだよね。全然ごめんなさい。こんばんは、サマステありがとうございました。金上さんからありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。あつおさん、タコありがとう。ジョナラゴさん、レインボースターありがとう。ハードラミさん、うん、全然ハードじゃなかったですよ。今日いっぱいご飯を食べてしまったのに。レッスンいただいたような気がしましたって、レッスン送りました。聞きました、お名前。ばあちゃんから。そう、なんか方は聞かれた。なんかファちゃんの鼻の方がめっちゃ見てアピールしてくれ て, うん、あの人は誰って聞かれた。ありがとう。謝らないねって。いやいや、ごめんなさい。きっと多分ね、私がファちゃんと同じ部屋ってことは知ってるから、みんな、うん、きっとばあちゃんのルームに行ってたのかな。アスパラさん、かわいい。やった。喋ったの覚えてる？え、何喋った？え、変なこと喋った？変なこと喋ってはない。じゃあ大丈夫。うん。今日、え、この日暑い。なんか頭質が。朝ぶりに拝見。おはようぶり。こんばんは。もう今日も終わってしまいますね。こんばんは。早いね。星集め行ったらパセリはママ感がある。え、誰ですか、そんなこと言ったの。誰なの、どこの誰だ。私のことはママというのは。あ、今日あれがある、乃木坂工事中。広島では見れないものがある。ジュナラゴさん、ハットありがとう。一部と二部、そして歌バース。皆さん、曲ポスト、誰だ？ツイート、ね、2つして、あとブログとスペサポも更新しましたので、よろしくお願いします。サマステ。そう、サンステージ。盛りだくさんでした。本当に。皆さんも暑い中、ありがとうございます。絶対皆さんの方が暑かったと思います。あ、本当だ。あ、あららら、どうも。パセリ今落下しちゃいました。すいません。ごめんごめん。お疲れ様です。本当だ、3連続乃木坂さん、桜坂さん、日向坂さん。本当じゃん。カイトさん、ハートありがとう。本当じゃん。また広島放送ないけんね。バタバタだったからあまりメール送れてないんですけど。しんいちさん、マイクありがとう。またメール詳しく書きます、今日の感想。ねえ、都会はテレビが充実していてすごいや。あと10分で今日終わる。びっくり。今日はどんな髪型をしたの？ウェーブの三つ編み下ろしをし、編みたらしを。一時期流行ってたんですけど、3年4年前に一時期流行った髪型。ハマった髪型しました。一部は？一部はハーフアップお団子。うん。ライブの間にすぐメール書いてましたね。ありがとうございます。返信も嬉しかったです。メール、うちわで仰ぎすぎて根元から折れちゃった、わら。私の名前の作ってくれたやつが折れたってこと、まあ、暑いからね。うちわはもともと仰ぐためのものだから有効活用しましょう。よかったね、公式グッズじゃなくてよかった。
パセリのウェディングドレスのうちわとかだったらもうパセリからお断りされた心も折れるわうちわも折れるわ大変だからよかったです自作のやつでまだでも力加減頑張ってくださいあねそう宮沢さやさん誕生日8月13日ね早いよなんかまださ10代とかで止まってる19とか20とかでなんか止まってるんだよねゆきりんさんもだけど疲れてないですよ前田敦子さんとかも、うん、19、20のさあのわかるあのぐらいの AKB さんのイメージで止まってるし見た目も変わんないじゃないですか皆さんずっとさあの頃の AKB さんだからすごい綺麗に見えました素敵でしたありがとう長時間パデリちゃんが見れてよかったですありがとうもう暑い中ねしかもさ今お盆だし3連休だし台風来てるしいろいろ重なってるのに来てくれたり配信とかね、チェックしてくれてありがとうございますちょっと寝ちゃってからもう目起きたからもしよかったら送ってみてください明日でも全然いいんですけど天然ネギさんありがとうココナッツジュースえ、それ袋大きかったよねえ、2部かな2部のヘタレそれ袋めっちゃ多かったんやけど冷ましていけばよかった。楽しかったよ。楽しかった。次は私が次出るやつアットジャムかな。アットジャムとかあるので、まだまだ夏盛り上がっていきましょう。ね、あとツアーもまだまだ東京と大阪は全員出るし、福岡と名古屋と愛知もあるし、楽しみだよ。ね、楽しかった。めっちゃ今日。ピョンピョンジャンプできて今日の日向坂は運動会えそうなの運動会なの STU もやりたいねパン食い競争パン食い競争やりたいえこの前やったんですよパン食い競争あのクラコンで2ヶ月3ヶ月前のクラコンの収録でパン食い競争したんですけどクラコンってテレビで使われなかったやつはツイッターで公開されるのねあの X ででも両方なかったもうなかったことにされてました確かえあったっけなかったよねもうガチのお蔵入りかもしれないあったっけあしてたっけ公開された放送で出たっけえなんかねあのバターロールあるじゃんバターロールのバター入ってないやつモーニングとかのホテルとかで置いてあるあのパン丸いあれが袋に入ってた。嬉しい。そうやったんですよ。コアさん、ないなし。今日は楽屋が近かったです。バターロールのさあのレーズンバターロールはさ中に入ってるじゃん。楽しいんだよ。バターみたいなマーガリンみたいなじゃなくてあのガチのバターロールロールパンっていうのかな。えバターロールっていう言わない？ロールパンあれ。中に入ってない。生地のやつ何あれだったサウナとか可愛いだけじゃないんですか何か言ってたんですかあ、モーニングロールなんだそれはココアさんに詰めるのかココアさんね、会えないよねバターロールいいよねピクセル消しゴムマジックされたんか、私たち久しぶり消してやるのさ、されちゃった、ね、悔しい私初めてのポジションが多かったけどでもあ、55分早いいつもより前の方のポジションが多くてバターロールで合ってる楽しかったえ、なんか説明難しいねバターが入ってるタイプのやつとさ入ってないタイプの足を踏まれたくないみちさんどうだったよ街は遠ざかり寺柳さんあなたの窓の台風気をつけて皆さんもです点々が広がるゆっくりお話ししましょうごめんねみんなね、よう喋ってますね寝起きで明日は月曜日当たるくらいならば新一さん、マイクありがとう、ね、そろそろ男女読みますか皆さん男女読もうかね56分だしじゃあ読みます大阪から帰ってきた
きます。よかった、ありがとうね。水見えたよ、隙間から読むよ。赤と緑のペンライト見えた。13位陣内さん、12位クワドリさん、11位山崎さん、10位ジュノラゴさん、9位福ちゃん、8位ヒゲメガネさん、噛んだかもしれない、8位ヒゲメガネさん、7位一粒の麦もしさん、6位おしめんななみんさん、5位やすべえさん、4位ゆうたくん、3位プーさん、2位やまねこ坊主さん、1位あっちゃさん、ありがとうございます。いっぱい食べすぎた。まあでも今日はいっぱいいいな、食べて明日体重多分2キロぐらい増えてる。ちょっと言ってる。ゆっくり体を休めてくださいね。太郎さん、ハートありがとう。あ、冷たくしてきたばあちゃんが私に触れてます。小指、足の小指を触りました。私が、ごめん。サラダだよ。サラダ切ったな。みんなありがとう。そちゃんもう終わる配信の何時なくていい？57分。58分。え？今58なの。あら、テレビがちょっと早かった。YouTube の髪型、ハーフコーダンゴ嬉しい。いっぱいオフショットあるので見てください。あ、じゃあ、おやすみみんな。今日もありがとう。では、団長読みます。13位、今日はエナツさん。12位、バンジェラモンスターさん。11位、ヨリンコさん。10位、スーさん。9位、TT さん。8位、ネコさん。7位、帝国さん。6位、モミさん。5位、ドシキさん。4位、ジェンデヨナギさん。3位、カイトさん。2位、ヤスベさん。そして1位は、ケースさん。ありがとうございます。ごめんなさい。おやすみ、みんな。おやすみ。寝坊しちゃってごめんなさい。おやすみなさい。皆さん、素敵な時間を。バイバイ。ありがとうございます。お風呂頑張ります。皆さんのおかげで。頑張るね。ありがとう。一日になりました。バイバイ。いっぱいまた明日メール送ります。オフショット。また明日会いましょう。おやすみなさい。いっぱいね、メールに書きたいことが。